南相馬市小高区に住んでおりました、和田と申します。今日はですね、私が、これから小高でどういう活動をしていくのか、小高区、いずれ避難指示が解除されることがもう決まっておりますけれども、そこに向けて、どういう課題があって何をしていかなければいけないのか、まあ、そういったことをお話ししたいと思います。私はですね、現在、自宅が、原発から15キロぐらいのところにありまして、避難指示解除準備区域ということで、震災以降、避難生活を送っております。初めはですね、わけも分からず、関東町西の方にですね抜けまして、で福島市、それから東京、埼玉、まあ、そういうふうに転々としまして、2012年の4月からですね、県内の会津若松市というところに、家族4人で、妻と子供2人ですね、で避難生活を送っております。会津若松市どういうところかというと、福島第一原子力発電所から直線距離で大体100キロぐらいの場所です。まあ、南相馬市から、こうやって車で移動するんですけれども、移動距離にすると大体片道130キロぐらいですね。その距離を、私は今、行き来しながら、活動しております。で私はですね、まあ、子供まだ6歳と4歳なんですけれども、家族の中では避難指示解除後には小高区に戻るという、意見でまとまっております。でなぜまとまっているかっていうとですね、まあ、一つの理由として、まあ、理由はたくさんあるんですけども、一つは、これ文部科学省の、放射線量のマップなんですけれども、私の住んでる地域っていうのは大体南相馬市の水色の部分ですね、放射線量としては 0.2 以上 0.5 マイクロシーベルト未満というところにあります。で今避難している会津若松市も、ご覧の通りさほど変わりないんですね、放射線量的には。ということで、私の自宅周辺の線量は今の避難先とさほど変わらない、まあ、そういう、まあ、数値が出ておりますので、その点に関しては、まあ、自分の、まあ、安全か安心かわからないんですけれども、とにかく自分たちの基準内であると、まあ、そういう判断をして、いずれじゃあ自宅に戻ってもいいよねというような話になっています。でその避難指示の解除目標なんですけども、昨年末に南相馬市の方から発表がありまして、2016年の4月を目標にするということになっています。で今その小高区がどういう状況かというと、避難指示解除準備区域という場所に関してお話しさせていただければ、住民は自由に24時間立ち入りができます。で事業に関しても一部飲食とか宿泊業を除けば再開していいよということになっています。まあ、そうやってまずは事業者に戻っていただいて、で生活インフラを整えながら住民の期間を待つという、まあ、市の方向が市と、まあ、国とですね、その方向が感じます。で現在じゃあ、南相馬市、まあ、小高区と原一部の原町区の避難区域の住民の帰還以降どんなふうに考えているのか、これ去年の南相馬市の、住民意向調査のアンケート結果なんですけれども、ご覧の通りですね、現時点で戻らないと決めている、そう回答をした方のほとんどが、まあ、30代以下
ですね。で逆に50代ぐらいになってくると、戻ることを決めていると、そういうふうに回答した方の割合が多くなっています。帰還した場合、小高区の住まいどういうふうにするのかっていうところで、まあ、ほとんど 8割以上の方が元の持ち家、もしくは、家があったところに新しく建て替えて住むというふうに回答しております。つまりここから見えるのは、やっぱりその帰還するという方はやはり自分の土地なり家なりが、まあ、ある程度地震でダメージを受けながらも残っている方なのかなというふうに。で自宅にじゃあこれからまあ2年後まで考えると5年間空き家の状態でやっぱりかなり痛みがあります。で当然修繕して済まなければならないので、じゃあどういう修繕が必要かっていうことになると、まあ多くの人が住宅の製造消毒が必要だというふうに回答しています。これは本当にですねひどい話なんですけれども、避難区域になったことで、住民がいなくなってしまいましたので、泥棒がたくさん来てしまいました。で泥棒が例えばですね窓を壊して家を荒らして、その壊した窓から今度は製造物が入って家を荒らしてといった被害がたくさんありました。もしくはネズミですね。ネズミの被害がすごく多くてですね、私の家もですね、だいぶネズミにやられまして、写真とか、あと、まあ、大切にしていた家具とかですね、そういうのが大変荒らされました。であと、まあ、ついで住宅内部のリフォームであるとか壊れた部分の修繕とか、あと、まあ、さっき今お話ししたようなネズミの被害なんか、あと家具なんかやっぱり買い替えなきゃいけないよね、と、まあ、そういった回答の結果になっています。ですが現実はですね、私の自宅はすでに修理がほぼ完了しているんですけども、それはもう2012年の1月から大工さんにお願いしていたんですね。帰還する意思がありましたので、避難指示が区域が再編されて立ち入りできるようになるっていう噂が出た時点でもう大工さんにお願いしています。それで、修繕が完了したのがですね、てかまだ修繕中なんですけれども、ようやくここ最近ですね、今月ぐらいに完了してきたという状況です。つまり2年ぐらいかかってますね。っていうのもやっぱりその同じように戻るから修繕しなきゃいけないっていう住民のニーズがたくさんありまして、大工さん、私が仲良くさせていただいている大工さんなんかもうすでに30件以上依頼が来ていて、今からお願いされてもちょっともういつになるか分からないと対応できるのは。じゃあ新築いろんなハウスメーカー、有名なハウスメーカーさんお願いしようってなった時もハウスメーカーでも2年待ちだそうです。で近所のお母さんもなんか、もう家を壊してしまって、そこにプレハブを建て、とりあえずの居場所としてプレハブを建てたんですけども、まあ、当然電気がないので電気を通したいって話をした時にですね、電気工事の職人さんに2年待ってくれと言われたそうです。で、まあ、この写真は私の妹の家なんですけれども、まあ、こういうふうに野生動物がですね住んでたような形跡があってですね、非常に匂いもすごくて骨なんか散乱していたり、まあ、そういうところに、やっぱ帰還するにはやっぱりどうしても家の修繕とか掃除っていうのがどうしても欠かせないと。しかし現実は今すぐには取り掛かれないと、まあ、そういう状況です。またこれはちょっと別のデータなんですけれども、避難区域の今避難中の住民の職業なんですが、一番突出して多いのが 32% の無職、かっこ職を探していないという人たちです。
で、このアンケートの、回答者の年齢ですが、ほとんど、4割以上が60代の方、60代以上で、まあ、50代を含めると半数以上が、まあ、50代から50代以上という結果なんですけども、でこういうふうに考えると、まあ、今現在帰還を決めているという、住民の多数がどういう傾向が見られるのかというと、まあ、働けない、もしくは働く意思がもうないと、もう年取ったし、このまま年金もらってゆっくり暮らしたいと、まあ、そういう60代以上でも自宅の修繕や再建ができていない。果たしてこんな状況ですね、2年後に避難指示解除されて、さああなたたち家に戻ってくださいって言ったところで、で賠償はもう終わります。それから今受けている家賃の補助であったり、仮設住宅に住む権利であったり、そういうものが打ち切られて、果たして小高区で暮らしていけるんでしょうかという疑問が非常にあります。で、帰還を決めている住民にとって、もちろん放射線では不安要素の大きな要因の一つではあるんですけれども、それよりもやはりこういう問題の方が私はすごく大きいというふうに考えて、で、まあ、ここをやっぱりどうにかしなきゃいけないなというふうに考えています。で、まあ、そのために必要な取り組みとして、とにかく避難指示解除された、そこから用意どんできちんと普通の生活を小高区で再開するための取り組みを今から2年後に向けてやっていかなきゃいけないので、でその後ですね、帰還した後で住民たちがきちんと安定的に持続的に暮らしていくため の仕組み作りをやはり今からやっていかなきゃいけないだろうというふうに思っています。でこれはですね、いろんな行政とか国のお金で多分いろいろな施策が行われるとは思うんですけれども、それはやはり自主的なものであってですね、安定的に持続的に暮らしていくためには、こういったさまざまな課題をきちんとビジネス化してですね、持続的にきちんと続けていけるような仕組みを作っていかなきゃいけないというふうに思っております。でですね、私はそのための拠点として、小高ワーカーズベースという場所を、来週ですね、小高区の、関場というところに、開設いたします。でここのコンセプトはですね、特に避難区域の課題たくさんあります、まあ、これを仮に100としますと、100の課題から、100の仕事を生み出して住民の働く力でふるさとの暮らしを取り戻すと。で、まあ、小高ワーカーベースの機能としては、その避難区域で働く住民、まあ、今もわずかですがおります。それから避難区域で仕事したい、それから同じようにこのたくさんの課題をビジネスに変えることをやっていきたいと、まあ、そういうことを考えている住民、もしくはよそ者がですね、そういった活動に腰を据えて取り組める環境を提供していきます。で具体的にはですね、今避難区域入ってもお茶を飲むとこもなければ、例えば今皆さんこうやってパソコン持ったりインターネットをしたりしながら仕事をされると思いますけども、それで電源を取ったりインターネットしたりという環境がありません。それから会議をする場所もそれほどありません。だからそういったスペースを提供します。それからインキュベーションマネージャー、私が、JBIA という組織の公認のインキュベーションマネージャーという、まあ、公認いただいているんですけども、そういう人材の、力で、まあ、公認の事業再開であるとか、それから創業支援とかいうことをやっていきます。それから、地域の情報、
小高区の情報意外と同じ市でも鹿島区の方それから原町区の方でもご存じないこと本当にたくさんあると思いますので、そういった情報をきちんと可視化してですね、かつきちんと整理してですね、それを、組み合わせるとこういうビジネスができるよねとか、まあ、そういうネタをどんどん作って、地域全体で共有していきたいというふうに思っています。で、今取り組み始めた事例を一つご紹介させていただきます。小高区に NPO 法人浮舟の里という NPO 法人があるんですけれども、そこでそのお蚕様織姫プロジェクトということを始めました。これはどういうことかというとですね、小高区はもともと養蚕とか織物が盛んな地域でした。で、今避難されている、お母さん60代以上のお母さんとかお父さんに話を聞くとですね、子供の頃よく蚕の世話を手伝いをしていたなんて話を聞きました。で、あとですね、私の家業はですね、織物やってるっていうこともありまして、ちょっともう一度ね、小高区に養蚕と手織りで産業を起こせないかというふうに考えました。で、一番右の写真は、20キロ圏内でお借りした桑畑なんですけれども、先月ですね、ここ住民とあと、まあ、ちょっと物好きな若い人たちと、みんなでですね、剪定をしたり、あと今日今この時間もですね、ここで肥料をまいたりしています。2011年、2012年で、作られた繭をですね、農協の方がきちんと放射線量を検査されたみたいですけども、その結果は放射線量は検出されなかったという結果が出ていると聞きました。だから、まあ、なかなか小高区でこれから農作業をするといっても口に入るものはやっぱり作る方も食べる方も検出してしまうという状況であれば、じゃあ桑を植えて蚕を買って糸を紡いで旗を折って、それで、お父さんお母さんの、まあ、ちょっとお小遣いを稼いでもらって、それに、そのこと自体がその活動自体に生きがいを持っていただいて、まあ、楽しく暮らしていけるように、まあ、そういったことを目指しています。で、私よく言われるんですけども、なんで戻るの、まあ、さっき放射線病の問題は心配ないというような話はしたんですけれども、例えば子供、まあ、小さい子供がいて、で、はっきり言って会津若松の教育環境というのは本当に素晴らしくてですね、僕は感銘を受けるってばかりいるんですけれども、そこにいれば何の心配もなく暮らせるのに、なんで戻るのというのを聞かれるんですけれども、やっぱりその小高で生まれ育ったからには、そのふるさとを今までこう受け継いで、たくさんの方が受け継いできたふるさと、そして自分も受け継いだふるさとをやっぱり子供たちにきちんと渡したいなという、もう本当にその1年だけですね、そのために子供を巻き込むのかとか、まあ、そういう、まあ、意見いろいろありますけれども、やっぱりそのきちんとふるさとを大切にして、次の世代につなぐ、そういうことをやっぱり親が見せていかないと、自分の子供たちも本当に根なし草になってしまって、やっぱりその本当に大切なことっていうものを見失いながら大人になっていくのではないかなというふうに考えています。やっぱそこは一番親として避けたいところなので、私はとにかく子どもたちのために、子どもたちが誇れるふるさとを残す、その1年で戻ってこれからも活動していきたいと思います。ありがとうございました。